こんにちは。9月に入り、さらにエネルギー問題が進行してしまっています。 G7 の各国はロシアからの石油を購入時、価格上限を設定することに合意し、制裁としているようですが、それはむしろ自分たちの首を絞めるだけになっています。 G7 の判断の影響で、今ヨーロッパから世界に向けて起こっていることについてお話しします。日経新聞からの引用です。ロシア国営の天然ガス会社ガスプロムは2日、欧州向けガスパイプラインノルドストリームでの供給再開を当面延期すると発表した。背景には欧米による対ロシア制裁への反発がある。主要7カ国 G7 の財務省が2日に合意したロシア産石油の輸入価格上限設定に対抗措置を取った可能性も否定できない。ガスプロムは総ガス用タービンの定期的な保守・修理を理由に、8月31日から3日間の予定でノルドストリームでのガス供給を停止していた。9月3日午前4時、日本時間同日午前10時に再開予定だったが、直前の2日夜に一転して延期を発表した。再開のめどは立っていないという。延期の理由はタービンの電気回線の接続部分で見つかった油漏れだ。ただ通常油漏れはタービンの運転に影響せず現場で直せる。ドイツシーメンスエナジーという。かねて欧州諸国ではロシアが様々な口実をつけて供給を拒み、エネルギーを外交の武器として利用するとの見方が出ていたが、懸念が現実になった形だ。ウクライナ侵攻をめぐり、ロシアは欧米から厳しい対ロ制裁を課せられている。ガスプロムは6月中旬以降、ノルドストリームでのガス供給を段階的に減らしてきたが、カナダで修理中だったシーメンス製タービンが制裁対象になったことが理由だと主張した。ロシアのペスコフ大統領報道官は8月31日、記者団に、供給停止は自分たちで課した対ロ制裁のためだと批判した。ロシアが欧州への揺さぶりを強めたのは、 G7 の財務省が合意したロシア産石油の輸入価格に上限を設ける措置への反発もあるとみられる。12月5日から上限を超える石油の海上輸送に保険会社が保険サービスを提供することを禁じる内容で、ロシアにとっては経済と戦費を支える石油輸出が抑えられかねない。欧州ではロシア産石油だけでなく天然ガスの価格にも上限を設ける案が浮上している。フェスコフ氏は2日 G7 財務省の合意を前に、米企業が豊かになり欧州の納税者がますます貧しくなると批判した。ノワク副首相エネルギー担当は1日、主な輸出先の中国やインドなどは価格上限案に同意しないと主張した。ノワク氏は7月、価格上限が生産コストを下回る場合は輸出を停止する考えを示していた。欧州ではガス供給や価格高騰への懸念が一段と強まりそうだ。欧州各国はガスの備蓄を急いできたが、ガス供給量がゼロに落ち込めば貯蔵の積み上げが鈍り、需要が高まる冬を迎える。市場ではユーロ圏のインフレ率が今週に 10% 程度に達するとの予測も出ている。引用ここまで。この動画を編集する時点で、すでにユーロ圏では影響が出ており、夏の熱波、干ばつに続き、エネルギー供給不安を受けて景気減速懸念を意識され、ドルに対してのユーロの下落幅がとても大きくなっています。ドイツでは生産に影響が出ており、工場の停止なども起こり始めています。ユーロ圏の株価ももちろん下がり、これは世界的に波及しています。制裁を課すことでエネルギー価格が不安定となり、かえって世界の金融不安が増幅し、恐慌まで秒読みとする声も高まってきています。ロシア産のエネルギー資源は行き場を失い、戦費捻出に苦労しているかと思えば、ニュース記事中にあるように制裁を課されたとしても、西側諸国以外に輸出ルートはすでにしっかりとあり、ロシアの国営エネルギー企業ガスプロムは輸出ルート構築のための投資を除いては
負債ももともと少ないためにダメージは多くない模様です。EU 側は自国のエネルギー供給企業に融資を行い、危機ともいえるこの状況を乗り切ろうとしていますが、世界有数のグローバル金融機関クレディ・スイスが現在の状況をミンスキーモーメントという突然の金融崩壊が起こる可能性を指摘しています。西側各国はガス代電気代が相当に上がっているとの報道がありますが、これでもまだ消費者へは価格転嫁が進んでいない状態とのことです。今後転嫁が進めばどんな値段になるのでしょうか。日本も制裁側に回っているのでパイプラインに直接関係ないとはいえ、エネルギー調達にかなりの苦労を強いられることになります。そして週が明けても1ドルに対しての円は140円からさらに円安の方向へ進んでいます。どの国から調達するにしろ国民のエネルギーへの負担はかなりのものになります。今回はエネルギー危機の一部分を切り取ってお伝えしましたが、暖が取れない、輸送ができないということ以外にも金融株式にかなりの影響を及ぼしますので、これらを踏まえて9月の間に例年よりもしっかりとした冬支度を進め、10月の初めには終えておくというスケジュールを組む必要があります。状況は刻々と変わり段階が進んでいきますので、値上げどころでは済まないということだけは念頭に置いておいた方が良いでしょう。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。